亀井城です。よいしょ。今いるのが蟻の丸で、こっち横が梨の丸なんだこれ変なので、まあこの辺は公園として松の丸、名古屋丸、捨ての丸、はい、で三の丸、二の丸、本丸で、本丸に、石垣が残ってるようです。行ってみましょう。亀城は何県、これも広島か、広島県、岩国と広島の間ぐらいにねあるんですけどね、ちょうど、宮島のちょい東ぐらい。見てこの石垣、もうなどれが現存のものかわからんけど、とりあえずえぐいっていうね。はい、三の丸、うん、あこの上あそこからだろうな多分現存はな。三の丸、はい、ここから321ってね。まああでもこれ別にコンクリ入れてないから普通に打ち込み萩っぽい能舞台。おう、あ二の丸、あ一段上二の丸だね。で正面よ、これね、このおそらく天守台を見たい。ここがこれも間違いなくでしょう、感じ的に。はい、あなんかいいな積み方が。こっちはなんかこうちょっと V 字斜めって落とし積みっぽい感じが見えますが、こっちは布積みね、横を目地揃えて。あ下の方は違うけど、あ上だけ直したんかなねえ。はい、あで本丸、上が本丸です。はい、本丸、お本丸ということでね。あすごっ、何これ、工場やば音声案内な、流れた、これすごいな、工場の電気。亀が伏せてる形に似てるから。広島城の市場、宮島見える、ああれ宮島だ、あっちの、これ天守台だね。天守あったんかな、ここ。西暦1611年、慶長16年、幕府の命令により取り壊されました。これはね、1611年だから一国一城で前だけど、豊臣恩公の武将が危険視されたから破却が命じられたそうですね。でそれに従ったってことですよ。巨大すぎてちょっとあの徳川家にあの文句言われたと。天守があったかどうか書いてないの。あ天守については詳しいことが不明と。だ天守台はあるからね、まあ、わずか3年、何回流れんねんこれわずか3年で、潰れてしまったから、まあ、天守についてあったかどうか含めて不明ということですかね。はい、うん、ここは夜来るのがやっぱ良くない、これ良くない、夜来るのがいいと思うよ。ちょっと肝試し風、本丸の周りのね、修復はしてあるけどやっぱ当時からあった。お虫、この時期に3月頭まあ出てくる時期かね。うん、修復はしたということで、でもまあほぼ残ってただろうね、こんなもの、こんなもん、あの1からここまで綺麗に復元は田丸城でもなきゃできないだろう、できんことはないんだろうけどね。あ爪の丸、西側移動跡、あちょっと確かにへこみがある。へえ、爪の丸、この奥が爪の丸として使われたんだね。へえ、いや立派。まあまあここは本当あのどうやら天守、うん、本丸ね、本丸含め天守台を見るお城のようですがね。
もうそれだけで終わった十分で、あとプラス夜景見れたら最高。やっぱり夜来るのが正解かな。うん、いや立派ですわこれ。うん、一周回ってみましたけどね、せっかくなんでじゃあそこまで回ってみようかね。うん、綺麗な布積みでね、まあ作った福島正則が、1611年までだから8年から11年に作ったから、結構まだ江戸時代初期に作ったにかかわらず綺麗に切り込みはぎ布積みですよね。え、おお、やっぱ正則の技術はすごかったんかな。はい、ちゅうことでございました。あとはね、いろいろ回ったけどやっぱ公園です、ただの。うん、他の車も見てもね、あの ただただこう公園、うん、なのでここはもうこれね、本丸を見に来てください。さよなら、さよなら。